それはもう、うん、もちろん、あの、市長の高田先生筆頭にね、うん、大先輩の小松崎さん、うんうん、からファンとしては、目の前にあるこれはね、須田国太かな、うんうん。まあ、影響を受けたっていうか、絵の描き方とかなんかより、なんか物の考え方っていうか、人生観っていうかね、そういうことで、いろいろね、うん、こう、受けましたね、うん。マスター先生はもう、一番大恩人だ。まあ、別格だな、僕にとっては。うん、別格、うん。まあ、重なるところがあるんですけれども、まあ、やはり、一番はどうしても、増田道夫先生は、まあ、父とも友人でもあったし、うん、この作品も、素敵な作品をたくさん作っておられるのと、それと、やっぱりこう、増田先生はこの、まあ、具象の、こう、文様を上手に、こう、器に、つけてやっておられて、まあ、父がどちらかというと、彫金、抽象文様なんかを割と、追求したところ、全然違う世界をご自分で作られて、やってましたんで、それはまあ、自分は絵を描くんですけども、やっぱり興味深く見てたのと。あとはやっぱり高田先生はもう私にとっては、もうちょっとこう、雲の上というか、あれでして、ただ、小松崎邦夫さんというか先生は、まあ、やはり浦高の先輩でもあるし、それからまあ作品も私大好きだったので、まあいろんな様式の作品を描かれましたけれど、それから人柄がなかなかこう穏やかで、鋭いところもあるんだけれど、まあ、いい方だったんで、ちょうど後で話してきますけど、その増田先生を中心にした、その浦高の芸大に、入ったりした人たちの会が、増田先生を囲む会というのがあって、そこで、小川先生もそうだったし、小松崎先生もそうだったし、まあ、増田先生ももちろんあれだったんで、まあ、そこでいろんな交流ができて、まあ、いろいろ楽しい思い出もありますね。ですから、やはりその、増田先生、小松崎邦夫先生、自分にとってはこの会場の中では一番印象が深いというか、うん、はい、そんな感じですね。うん、まあいろいろあるんだけれど、僕はほら前にも話したかもしれないけど、戦後ね、引き上げてきて、旧制浦中の、1年生に編入してもらってね。それから、だから僕は旧制浦中の最後で、新制浦高の最初なんですよ。だから6年間いたのね。学校にね、両家の今の校舎のところに。初めは浦中はほら、鹿島台にあった。ようですけど、そちらは僕は知らない、うん、北浦の駅からね、今の浦高通り、この間もからも話したと思うけど、今のように舗装されてなかったね、石ころだらけの道を下駄履きで通ったもんですけどね、まあいろんな思い出があるですね。僕は、うん、何をやりたいのか、なかなかね、決まらなくて。で、陸上競技をやってみたり、演劇の手伝いをして舞台装置を書いて、みたりね、腰が定まらなかったんですよ。で、増田先生がね、芸大行ったらどうだって言われて、
まあ、その気にも なりかけてたし、なかなか美術部一つに絞りきれなかったんですがね、勉強の方は僕はあんまり、さっぱりだったんだけど運動は割合好きでね、で絵を描くことは嫌いじゃなかった、やっぱり大好きで、でブレてましたよ。それを踏ん切りつけてくれたのが、増田先生で、そういう意味では大恩人ですね。今の自分があるのは増田先生が道をつけてくれたんかなと思ってますね。一番の思い出って言えばそれですね。やっぱりまあ、男子校というやっぱ今でいうとどっちかというと特殊な感じなんですけど、この男子校の気風がやっぱり自分にはとっても気持ちがよくてというか楽しくって、まあそれこそ小川先生のもう20年ぐらい下になる、20年はならないけれど十数年下なんだけれど、多分裏子っていうのはその気風っていうのは、まあ今はどの程度かはわからないですけど、あまり変わってなかったんじゃないかなと思って、いろんな行事なんかもあれですけれど、そのまあ気取らないというか飾らないというか、それでまあ昔はバンカラなんて言葉もあったけど、バンカラというほどではなかったですけど、まあ男子校の持ってる、まあなんて言いますかね、にぎやかというか、まあそういう楽しさはありましたね。ですから確かにその私もちょっと運動もやってましたし、まあ最後はその美術の受験をするために水泳を諦めたりしたこともありましたけど、やっぱりその一生懸命運動をやって、それからまあ絵も描いて、でまあ確かに学問の方はかなり低空飛行でやってましたけれど、まあそれも別にその優秀な人に劣等感を感じるわけでもなく、で先生が言われたようにその石ころではなかったけれど、その同じ北浦から浦子までの一本道を毎朝通って、ましたね。道の両側は畑だったかな。ああそうですか。小川先生は自転車で通っていらっしゃったんですか。自転車で通った時期もあるんですよ。前なんかガタガタ道を自転車でっていう話聞きました。そうそうそう、自転車で通った時期もね、あるし、裏子になってからはもう列車通学でね。ああそうか。桶川から列車、桶川に住んでたんじゃなくて、川島町から桶川まで自転車で40分も乗って、そこから列車で大宮まで来て、列車つってももうほんと煙入ってるね、蒸気機関車もね、で戦後だから貨車が連結されて、そういうのに乗ってね、石炭で真っ黒になって煙でね、そのやつはすぐ分かるんですよ、この辺真っ黒黒になってるから、もう中世裏中のもう大先輩だし、だけど裏中の先生はしてなかったですからね、ただ時たまやっぱりこう美術部を見に来てくださってたんです、月に 2,3 回かな、もう綺麗なこう歌舞伎役者みたいなのがね、当時30代の男前の先生でね、誰なんだろうと思ったら、後から聞いたら、先輩の人たち、あれはね、高田のことだよ、なんてね、もう、有望作家の高田のことだ、へえ、そんな人が来てくれたんかって、
まあ、デッサンを見てもらいましたけどね、あまり細かい答えではなかったけどね、高田先生が一番技術的に大事なことは調子、音楽でいうと音階、まあ、絵の調子、調子が一番大事だって、調子の勉強を今やっとかないと後で後悔するんだからなってことはね、よく言ってくれたんですね。あとしばらく経ってからね、高田先生が僕が、あ、そうかと思って、本当に言われた当座は分からなかったけど、絵描きの、あれは最後は人生観だっていうことをね、言ってましたよ、よく。だから、それがね、なんか絵描きはもう技術で、で、全て決まるなんて言われたら、僕は不器用だからもう諦めたかもしれないけど、人生観っていうのは、一生懸命本でも読めばね、ある程度のとこまで到達できるかなという、希望を持たされたらですね、そういう意味ではね、高田先生のいろんなことを教えられた中での言葉で一番忘れないのは、調子。もう一にも二にも技術的には、もう調子が大事だってこと。あと、最後は人生観が決めるよな、っていうような言葉ね。それだな。うん、特に人生観っていうのは、本でも一生懸命読めば身につくものと思ってね、希望が持てたっていうことかな。うまく言えないけど。まあ生意気なんだけれども、多分絵は一人で描くもんだろうということを、なんかちょうど、それはまあ自分で1年間ちょっとそれこそ浦和高校にお世話になって、浦和高校の美術部の部室で石膏デッサンを、まあ、当時の美術の先生は山下千之助先生という、熊谷出身の洋画の先生だったんですけど、あまりいろいろ強いことも言わず、まあ、黙って見ていてという感じだったんで、先生に頼み込んで、その裏校の物質で石膏像のデッサンをさせてもらえないかということを言ったら、まあ公のあれじゃないけれど、まあ、静かに目立たなくやっててくれて、あとは後輩 の部員たちの、まあ、石膏デッサンの指導なんかもしてくれればいいよと言ってくれたんで、誰にも断らずにそれでずうずうしく1年間裏校の物質を使って書いたんですね。でその時に思ったのは、結局それまで学校の授業っていうのはカリキュラムがあって、全部、まあ、決められたものをやってたのが、突然決められたものがなくなってしまって、自分で全部計画して、ものをやらないとならなくなって、そこからがなんかね、まあ、苦労の始まりというか、まあ、ただ、それしかできないんだと、自分でやるしかできないんだということを、なんかその1年間でこう思って、結局今も同じで1年自分でやるしか、作品を作るしか結局ないんだよねということを思いながら、この年になってもボソボソ書いてるという、そういうことがありまして、それはなんと19歳の時に、そのあれですね、そういう独学というか、そういうものを、まあに自分が言ってしまったことによって生まれた、まあ実は父はその学校の芸大の教あれもやってましたし、ただ父は何も私に指導をしなかったんですね、全然。それで、ただ、一度だけ、その、
お前はその、やっぱり彫刻やろうかなって一度ちょっと思ったことがあって話したら、私が見てると、ちっちゃい時から見てると、やっぱり絵描くのが好きなんだようだから、絵がいいんじゃないの？もし絵をやるんだったら、日本画をやりなさいということを言われたんですね。ですから先生は洋画の先生だし、今回は、ここに今、前期に飾ってあるのは洋画が主なんですけれども、まあその、横山大観の遺作展の図録なんかを見せてもらったりして、それからだんだん日本画っていうものを、だから高校生に入ってからそういうことを考えるようになって、で、まあ最終的に日本画の方に入ったんですけれども、まあそんなこともありますね。ただ、日本、美術部の部室での活動っていうのは、まあそれなりにみんなで楽しくやってましたし、ただ、石膏デッサンを自分でやるというのは他にそういう美術の方に進む武士部員はいなかったので、先生たちの頃の方がいろいろそういう先輩後輩のあれが強かったように思うんですけれど、結局私の時代には自分でそれを探してやるというような、寄付というか、ことになってしまったので、それが、始まりだったという気がしていますね。うん、はい。だから今は日本画の画家として活躍、はい、ご活躍なさっていますけれども、その日本画っていうものを意識し始めた、その道に進もうと意識し始めたのが高校生の頃だ、はい。高校の、まあ、最初の意識はですね、高校の時の、その、うん、まあ、父の一言と、それから、あとはその横山大観の遺作展の昔の図録なんで、本当に粗末な図録なんだけれども、それを見たときに、なんか今までの自分の知ってる、絵の世界とは違う世界だなということも新鮮に思ったりもしたし、いろいろ思ってるうちにだんだん好きになっていって、みたいな感じでしたね。ただ一番最初、スケッチはその、ゴッホの、展覧会を見たときに、若い頃の細かいスケッチがすごくいいなと自分でなんとなく思って、あんなスケッチがしたいなというようなことを思って、スケッチブックを買って、それで、それこそ別所沼をスケッチしたのは、中学2年の終わりぐらいかな。だから、それから始まってますから、もうそれはもう洋画も日本画もなくその絵を描くということの、にまあが好きなんだなというのは思ってましたけど、なんて言ったらいいのかな、やっぱり、それなりに関東大震災の時にね、東京で、震災に遭われた、寺内万次郎先生だとかね、まあ他にも大勢の先今で言うと、裏画家の走りの人たちね、そういう人たちが一挙にこの上野の美術館に行きやすい距離で、それで、その、変化があってっていうかな、今のようにマンションだらけじゃなかったでしょうからね、もう雑木林がいっぱいあって、畑があって、さっきもちょっと言ったけど、僕が中学高校の頃だって、裏小通りや両脇が、麦畑、芋畑、そういう状態でしたからね。で、ちょっと先の方、北浦の先の方行くと、針ヶ谷、その雑木林に寺内先生のアトリエがあってっていうのはね。だから絵になるところがたくさんあった。と思いますよ。僕らの頃だってあったからね。今も、
道をマラソンなんてできないけど、僕らは学校の頃は郊外走り回ったもんね。校舎から出てね、走り回る。もう、ランニングコースがあって、もう畑の中を走って、また裏子へ帰ってくるって、雑木林を走り抜けて学校へ帰ってくるって、そういう、あれがあったし。うん、あれ、ここにも出てたかな、埼玉会館だってね、今の埼玉会館じゃなくて古い埼玉会館なんかとてもね、こう高田先生のこの辺の中でもあるけれど、そういうんだったよね。これはまあ、なんていうの、県庁、今の埼玉会館の脇道っていうかね、それをこう昨日から来たとかだよな。こういう風景が多かったんでしょうね。うん。まあ、そういう意味では、だから、絵になるところがいっぱいあって、住みよいところという印象がね、かなり濃かったんじゃないですか。でも、うん。僕らも、小松崎さんの言葉の中に、なんかあの本の中にあったけど、フォンテンブローの森なんていうのはね、確かにそうなんですよ。美術部でみんなこう、で、わっと郊外夏季に出て、今日はここへ帰ったけど、今度はあそこ行こうっていうようなところが結構あったですからね。別所沼も今ほど公園化してなかったんです。だから。こうという思えばね、当時は描けた。今はちょっとね、絵を描くっていうよりも、もういわゆるこう、公園だからね、なかなかその気になれなくなったけど、そういうこう、絵になるなっていうとこがいっぱいあったよ、確かに。そうですね。うん、高い建物の上から見下ろすと、あそこは鍋屋横丁だとかね、ここは裏門通りだとかいうのがパッと見えたんですよ、特徴がね。今みんなマンションだから、だからそういう意味では、その、画家が今、大勢わっと裏に来ようって気にはならないじゃないか、当時は。ね、よくわかる気がしますね。コバルト画廊だってね、今元は元部にあったのよ、東口元部にね。面白い。僕は正月の3日かなんかに絵の具買いに行ったら休みでね、怒って帰った。お年玉もらって早速絵の具買いに行ったら、なんだ休みかと思って憤慨して帰った。いくつぐらいの時の話。だから裏子の頃ですよ。あ、そうですか。裏子の頃。かなり昔ですね。ね。でもね、今のコバルトさんがある裏門通りっていうのはまだ少し何かがね、あの辺までは残ってますね。やじろべえだとか、せんべい屋が残ってるもんな。そうですね。バルトの向かい方の。だから、それこそまあ、この、あれを、裏美術館出ていくと、もうそのままずっと、とことこ私は、四丁目の方に歩いて帰るんですけれどね。まあ、ちょっとそういう時代を残してる場所かな、という感じがしますね。ただ、確かにもう中山道は先生が言われたら、もうなんかマンション銀座じゃなくて、ダーッとマンションになっちゃってね、随分変わりました。それと、自分がその1960年に来た頃は、まだまだその先生が言われた雑木林もあったけれども、それぞれの個人のお宅の庭にある植物がね、やっぱり豊かだったっていうか、いろいろありましたね。で、春になると、その梅の花があちこちそこら辺でね、
咲くんですよね。綺麗なんで、それ別に何でもない庭にあるんだけれど、そういう景色というか自然がやっぱり、私はその小学校の6年生まで十条という、北区十条というところにいたんですけれど、やっぱりその緑があって住宅地でもその落ち着いた感じというのは、やっぱり浦和独特だなということを思いましたね。うん、あっちの十条あたりはもっとゴミゴミしてるっていうか、そういうもっとこう立て込んだところで、下町といってもダウンタウンという感じだったですから、やっぱり浦和っていうのはのどかっていうか、そういう面ではのんびりした、静かな、そういう町だなということは思いましたね。随分静かなところに引っ越してきたなって最初は思いました。うん、はい。